ユーゴスラビア連邦共和国、モンテネグロ共和国セルビアモンテネグロ、モンテネグロ共和国モンテネグロ共和国は、ユーゴスラビア連邦共和国及び、国家連合セルビアモンテネグロの構成国として1992年から2006年まで、存続した国家。モンテネグロは2006年に独立を宣言し、セルビアモンテネグロは解体された。 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の崩壊の後、連邦に止まったセルビア共和国とモンテネグロ共和国は連邦国家ユーゴスラビア連邦共和国を結成することで合意した。新しい連邦は公式には共産主義による支配を否定し民主的な国家であるとされた。モンテネグロは2003年までユーゴスラビア連邦共和国の構成国であったが、 この時に連邦は国家連合セルビア・モンテネグロへと改変された。国家連合は2006年に解体され、モンテネグロは独立国となった。FRJ の構成国となった時、モンテネグロを率いていたのは大統領もみるブラトビッチであった。ブラトビッチは旧共産党の党員であり、セルビアのスロボダン・ミロシェビッチの支援を受けていた。ミロシェビッチの支援によって、 ブラトビッチはモンテネグロでの権力を確立した。SFRJ の最後の年にブラトビッチはミロシェビッチの要求する共産党の党員一人一票のシステムに賛同した。このシステムが導入されれば数の上でセルビア人が多数派を占めることができた。このことはその後の SFRJ と共産党の崩壊へとつながった。イタリア等の国々が モンテネグロに対して同国がユーゴスラビアから分離すれば速やかな欧州共同体への加盟を実現させるという提案をした際にはブラトビッチはセルビアとの連邦を維持することに難色を示すようになった。しかしながらブラトビッチによるモンテネグロ独立への試みはセルビアからの圧力によって失敗に終わった。1992年 モンテネグロが共産主義体制を放棄して民主化された後、ブラトビッチは FRJ に加わることに合意した。1992年、ヨシップブロズ地等の名を付けたモンテネグロの首都地頭グラードは共産主義体制になる前の故障であるポドゴリザに解消された。翌年にはモンテネグロはその共産主義時代の国旗を廃止、新しい国旗を制定した。 新国旗は三色旗であり、セルビアのそれに似ているものの、その中央に配される青の色はより明るく、旗そのものも、セルビアのそれよりも横長で、セルビアとの差異を表した。共産主義時代は、両国の旗は完全に同一であった。モンテネグロ大統領ミロ・ジュカノビッチ。米国防省にて、ウィリアム公園と話す様子。 1999年11月4日、モンテネグロはセルビアとの連邦を維持することには、いくつかの重要な理由があった。まず、モンテネグロのセルビアとの連合によって、それが、かつてのユーゴスラビアの継承国家であることを保障する、唯一の根拠となった。セルビアにとっては、ユーゴスラビアからの継承性を持つ、セルビア人支配の国家となることによって、 セルビア人が多数居住する旧ユーゴスラビアの国々への領土要求に正当性を与えることになる。また、モンテネグロ国内にも多くのセルビア人が居住している。セルビアは内陸国であり、同国が海へのアクセスと海軍を維持するためには、モンテネグロが必要であった。セルビアとモンテネグロの連合は、セルビア人民族主義者の主張に沿ったものであり、彼らは、 モンテネグロの民族性を否定し、モンテネグロ人はセルビア人の一部であるとしていた。連邦内におけるセルビアの大統領スロボダン・ミロシェビッチによる宣誓に対してモンテネグロの人々は独立を求めるようになっていった。経済政策をめぐるセルビアとの対立は1996年のモンテネグロでのドイツマルク導入へとつながった。当時のドイツマルクは 欧州の共通通貨への移行を待っている状態であった。ブラトビッチが1998年にモンテネグロの大統領の座から退くと、ミロシェビッチに反対し、モンテネグロの独立を求めるミロ・ジュカノビッチが新しい大統領に選ばれた。ミロシェビッチが2000年に失脚すると、ジュカノビッチとモンテネグロ政府はセルビアや国際社会に対して、 ユーゴスラビア解体の要求を強め、緩やかな国家連合に移行することを求めた。この要求によって2003年、FRJ は解体され、より緩やかな国家連合であるセルビア・モンテネグロへと移行した。この国家連合は2006年まで維持されたが、モンテネグロが独立したことで消滅した。ありがとうございます。